皆さんこんにちは、健康の時間です。私たち教えるものは、重要なことは教える魂あるということ。教える魂はまず生徒、弟子は第一にする。自分よりもっと重要、もっと上に置いての立場、これは教える魂。大体歴史から有名の教育家、みんなもそういうことです。自分の人生、命すべてどういうふうに優秀の弟子、生徒を育てる。でも今特にある職を持ってる人、校長とか小学校の時代の時に教えても、やっぱり自分の権利はどういうふうに守る、自分どういうふうに皆さん自分から従う、それは第一の素養の教師は結構多い。そうするといろいろの問題、いろいろ国の政策を反することは持っています。当然に生徒、保護者にぶつかるところもありました。